この後鷹の主砲ギー鷹生出演。プレゼントあるばい。そして毎年恒例ももスポに柳田悠岐選手生出演。キャプテンとしてチームを牽引、おなじみギータ節は今日も全開か。今シーズンを振り返るとともにギータが考える新生国母ホークスについても深掘りします。お休みの日は何をしていますか。ミスタードーナツでドーナツを買ってバクバク食べて最高やなって言ってます。さあそんなあなたが最高やなということで、はい、オフの風物詩柳田悠岐選手です。ようこそ。毎年恒例でね、まずはねちょっとオフシーズンはどのように過ごしてますか。リラックスで、リラックスされてると、はい、最高です、ねはい、でもねお気づきの通りですね、はい、ちょっと髪をねバッサリ切りましたね。はい、これ今年中に切ったという理由はあるんですか。理由ですか、はい、いやもう馬券が当たらんすぎて。なるほどね、はい、そっちで、はい、もう有馬記念ということで、はい、その前にバッサリ行こうと。ね、でも出口さん、はい、これ似合ってますよね、どうですか。素敵です。ありがとうございます。長い時も素敵だなと思ったんですけど、よりさっぱりして素敵だなと。ありがとうございます。評判いいでしょう、周りの評判も。いやあんまり人に会ってないんでちょっとわかんないですけど、はい、はい、いやいや、まあ、新規ってね来シーズンもね、はい、かっ飛ばしてくれると思いますよ。さあそしてですね、今シーズンさまざまな記録をね達成しておりますし、メモリアルシーズン柳田選手このね、はい、VTR 振りをねお願いいたします。お願いします。どれですか。あどれにですか。はい、いってらっしゃい。桜咲く3月、プロ野球が開幕。我らがギータ先生は今年もキャプテンとして開幕を迎えました。開幕から27試合連続出塁を記録するなど序盤からエンジン全開。6月には史上69人目となる通算250ホーマーを達成しました。また8月には史上135人目となる通算1500安打を達成。メモリアルイヤーとなりました。シーズンを通してチームを引っ張ったギータ先生、9年ぶりに全試合出場を果たし2度目の最多安打のタイトルにも輝きました。はい、ということで素晴らしいシーズンはね、まあ、個人成績では収めたと思いますが、川崎さん、その中でもギータの活躍はどう見ますか。いや、僕は一番としてもなんかどんどん若くなってるんじゃないかなっていうのが、その9年ぶりに全試合であと2回目最多安打取ったじゃないですか。その、はい、体の変化って感じないですか。めちゃくちゃ感じますね。あ、感じるんですか。はい、めちゃくちゃ感じるんですけど、うん、それを何ですか、跳ね飛ばすために頑張ってますね。なるほど、はい、でもやっぱりね、今シーズンは若返ってるっていう発言もありましたから、はいはいはい、8歳ぐらい若返ってるっていうことも言ってましたからね、はいはいはい、ありましたね、まだまだちょっとこの若返りの秘訣、うん、何を食べてるんですか。はい、何、納豆ですね。納豆で若返って、欠かさず納豆食べてます。毎日、はい、毎日食べてます。パワーの源が今年はもう納豆だったということですね。そうですね、はい、例年ねわらび餅とか言ったりね、毎年これも変わりますからね。そうですね、はい、来シーズンが楽しみですね、はい、で今日はね、2つのテーマでね掘り下げてねいきたいと思っておりますからね、はい、はい、こちら見てください、はい、まずはねキャプテンとして今シーズンの振り返り、そして新生国母ホークスへの思いという2大テーマです。大丈夫ですよね。大丈夫です。ありがとうございます、はい、さあそしてこのチームとしてはちょっとやっぱり12連敗もね、はい、あったと思いますし、ただね悔しい中でその連敗を止めたのがこのキャプテンギータの一打でした。はい、長いトンネルを抜け出すため試合終盤、山本由伸との勝負に蹴りをつけたのはギータ。
勝つって本当嬉しいことなんだなと改めて思いました。やっぱり自分がもっと打ってればね、勝てたゲームも間違いなくありますし、まあすごい、病んでましたというね、苦しんでた表情してましたけど、あ、どうですか今の表情。いや、この日ですね、うん、僕うまかったんですよ。はい、絶対これ連敗止めな、うん、とんでもないことになるぞと、はい、思ってましたね、このゲームの日は。はい、このゲームの日はですね、うん、そんなの負けてる時は、うん、もう本当にどうやったら勝てるんだろうなって思ってたんですけど、はい、この勝った日だけは、うん、絶対やったろうって、裏にはそんな思いがあったんですね。いや、それもありました。いや、もちろん勝つっていう気持ちはありましたけど、うんうん、さらに自分にプレッシャーをかけるために馬を買いました。常にこう裏ではもう験担ぎというからもう何かのプレッシャーを感じてやってるんですね。プレッシャー毎日あるんですけどね。さらに自分を追い込むという、はい、さあその、ね、チームのこれ勝利への執念という意味でもですね、はい、あの8月には、ね、こんな珍しい場面もありましたね。はい、はい、これですよ、やっぱりね、バントのシーンです。はいはい、覚えてますよね。覚えてます。ちょっと監督もね、ちょっとね、はいはい、苦笑いをしておりますが、はいはい、これまたね、2回するんですよね。はいはいはい、そうこの時の心境もね、聞きたいんですよ。この時はですね、まあ、1球目はまあ、次コンちゃんやったんで、はい、まあ、ワンアウト2、3塁だったら、まあ、1点は入るやろうなと思ってやったんですけど、はい、まあ、相手も由伸ですし、うん、はい、まあ、そうしようかなと思ったんですけど、あまりにも下手すぎて2球目、はい、悔しすぎてやりました。あ、そうなんですか。絶対決めたろうと。なるほど、はい、本当は1球目で仕留めたかったけど、1球目で冷静になってやめるべきなんですけど、はい、下手すぎてムカつきました、ね、はい、自分にね、自分にムカついて、いや、できると思ってやったんですけど、はい、できなかったんで。結構でも試合前にね、練習されてますもんね、バンドね。いや、全然してなかったんですよ、正直。その時はこれミスった後から結構し始めたんで、次は絶対。実際これ周りからどんなこと言われたんですか、監督とかは。いや、すごい格好しとったぞと、ぶっさいぐな形しとったぞと、みんなに言われました。みんなに言われて、イメージは健太のイメージでやったんですけど、今宮選手のような、はい、全然違いました。で、来シーズンも出るかもしれないですね、じゃあ。はい、リベンジで。わかりました。楽しみにしておきます。さあ、そんなキャプテンとしてチームを牽引してきたですが、はい、来シーズンキャプテンをね、置かない方針ということで、先日の契約公開では、ギータ節全開でした。キャプテンを卒業したギータは？でも来シーズンか、まあ、キャプテンじゃないということで、めちゃくちゃしたろうかなと思ってます。はい。契約が残るあと3年についても死ぬ気で頑張ると力強く話しました。はい、ということはやっぱりこう2年間のキャプテンというのはやっぱりこう重圧だったということですか。いや、重圧はないんですけど、真面目ぶらないけないというか真面目ぶらない、優等生ならないけんという、そういう思い、まあ、分かりやすいでしょ、この説明。はい、ありがとうございます。はい、なんですよ。だから来年以降はもうそんな宣伝でいいから普通に自分のやりたいように伸び伸び、はい、されるということ。相当伸び伸びしてます多分、はい、めちゃくちゃって言ってましたけど、主にどういうこととか。いやいや、もう真面目ぶらず、はい、普段通りのね、普段通り、はい、やりたいなと思いますね。そして、ね、来年はまあ36歳を迎えるということで、もちろんね、野手最年長でもあります、はい、そんな、ね、ギータと同じ1988年生まれのプロ野球選手でいうと、はい、黄金世代ですよ、ね、元メジャーリーガーもいたり、はい、ジャイアンツの、ね、坂本選手、はい、ね、そうそうたるメンバー、はい、ここで、はい、教えてギータ先生特別編といたしまして、この同世代のある選手から特別に質問が寄せられました。誰ですか、誰ですか、はい、どの選手だと思いますか。もちろん、ね、世代は、ね、この選手だけじゃないですからね、他にもいっぱいいる中で、はいはい、誰ですかね、全然ちょっと想像つかないですね。ギータ先生の質問出しそうな方誰かいます、この中で。秋山翔吾。おお、どうなんでしょうか、はい、こちらの選手です、はい、どうぞ。質問を寄せてくれたのはこちら、ギータと同じ背番号9、
大正解であります。元メジャーリーガーカープで活躍する秋山翔吾選手、暇なんすかね彼。リーガーと同じ通算1500安打達成してます。暇ではないと思いますよ。暇ではないですかね。教えてギータ先生ということで、広島東洋カープの秋山翔吾です。それでは、柳田選手質問よろしくお願いします。はい。もし自分が、年齢を考えずに、球団の意向も考えずに、いくつまで野球やっていいよと言われたら、いくつまで野球をやりたいと考えていますか。はいはいはい。僕はそのプラス1年頑張って、はいはいはい、最後花束を柳田選手に持ってきてほしいなと思います。ぜひこれを真面目に答えてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、これはもう大正解でしたね、はい。ですね、はい、もう真面目にって言ってる時点で、はい、また聞いた先生のこと知ってますね。いやいや、いつも真面目に答えてるんでね。、はい、じゃあちょっとぜひ聞いてもいいですか。はい、はい、38から40ですかね、はい、うん、まあ、1.40 ですかね。言ってくれるんですね、40のお題まで。いけて40です、はい、いけて40。じゃあ秋山選手はその1年も頑張らないといけないってことですね。いや、彼はもう絶対行きますね。もうスーパーストイックなんで。あ、はい、あなたも届けてほしいと言ってましたけども。何を、何のすか。あの引退する時はもう。いや、当たり前じゃないですか。一番すごいの準備します。いや、頑張れると思いますね、はい、この関係もね、はい、そしてそして、うん、はい、4年ぶりのこの V 奪回へ向けてですね、これ勝負の来シーズンになりますけども、はい、小久保新監督がですね、はい、もうあの就任会見で掲げたテーマがあります。はい、はい、こちらご覧ください。強い勝つチームは大切だと思うんですが、美しさ、美意識と言ってもいいと思うんですが、そこが一番今欠けてるんじゃないかな。美しさを掲げた小久保監督、来シーズンに向けては柳田、近藤の2人についてレギュラーを明言しています。はい、はい、ということで、はい、この国保監督が掲げる美意識、はい、どのように感じてますか。やっぱロン毛とか、うん、その辺がやっぱり、うん、美意識を欠けてるのかなと勝手に解釈いたしました。そういう思いもあって髪もちょっとバッサリ、はい、ちょっと美しく、オーダーは美しくしてくださいと。さっきはもう馬のためにっていう理由もありましたけど、まあ、それ冗談ですよ。それじゃない、こっちが本当ですね。美しくしてくださいと。はい、やっぱり小久保監督のもとでは、はい、キャプテンは辞めましたけども、はい、どんな役割を担いたいですか。いや、 やっぱりプレーで、しっかりとしたプレーで、うん、全力プレー、走る姿とか、そういうのもやっぱりおじさんになりましたけど、うん、若いやつに負けないように、やっていきたいなと思ってます。田辺監督さん、でもそう、国務監督が柳田さんと近藤さんだけはレギュラー確定だっても言ってますけど、これ確定なんですか。いや、そんなことないと思うんで、本当に実力の世界なんで、うん、もうしっかりこの人には勝てないなとまずは、思われるようにしっかりとした準備をしたいなと思ってます。その準備のための年明けからのこのね、自主トレですけどもね、はい、ギータ塾が始まりますね。はい、誰とする予定なんですか。笹川、伊比根、おー、分かって、生見、はい、DeNA の梶原、佐藤直樹、僕です。6人です。はい、主にホークスの若手。そうですね、はい、これやっぱ期待を込めてですね。いや、もうやってもらわな、はい、ダメなんでね、はい、もうテーマはあるんですか、自主トレの。いや、まあ、もうとにかく追い込んで、厳しい練習をして、やっぱり冬を乗り越えて、花を咲かすという、はい、そういうイメージで頑張りたいなと思ってます。わかりました。そしてね、柳田選手はね、はい、このまあ、ロングインタビューとかを、ね、収めました、ホークス球団史上初のドキュメンタリー映画の撮影も、ね、されたということで、はいはいはい、ロングインタビューでは結構かっこいい言葉、はい、真面目にやってました。あ、語ってたんですか。多分真面目にやってたと思います。プロ野球史上一番真面目にやってると。間違いないです。間違いないです。そんなギータからクリスマスプレゼントでございます。はい、はい、こちら、はい、私が持ってるのは T シャツですね、そのサイン入りのボールとこのサイン入りの T シャツ、
こちらを合わせて、3人にプレゼントします。ももスポの応募フォームからお寄せください。締め切りはこの後8時となっています。さあそして最後に来シーズンへの意気込みをですね、はい、ぜひお願いしたいと思います。はい、もうとにかく優勝、国防新監督を胴上げできるように、貢献していきたいなと思います。はい、私たちもしっかり応援していきましょうね。 そして来年のオフにもぜひこのモモスポのコーナーに出演していただけたらなと思うんですが、ぜひ、全レギュラーですからね。ぜひぜひ、はい、美しい野球。明日はあれですよ、柳田さんの地元のレジェンド達川光雄さんが出演してくださるということで、じゃあもう皆さん喋らんでいいですね。そんなことないです。また明日。